かったね。まあやっと順調にここまで来れたかなっていうのは、私まだチームに完全には合流できてないですけど、まあ、やっぱちょっとみんなとボール蹴れるだけで気持ち的にも全然違うし、まあ、残り10試合、まあ、どうやってチームの力になれるかなって考えると、やっとここまで来たなって感じです。約7ヶ月離れてて、本当に初めてプロになった時の感覚に戻ったというか、ここでやっぱやれる嬉しさだったり喜びを改めて実感できたし、まあ、そういった意味では初心に帰るっていう面でも、まあ、いい7ヶ月だったかなとは思います。そうですね、まあ、怪我した時はそう思いましたけど、でもやっぱりすぐもう、まあ、強くなれる期間にしようとは思いましたし、まあ、やっぱああやってサポーターとかチームメイトとか監督とかが励ましてくれてたので、まあ、それに応えるためには帰った時に、まあ、もっと成長して帰らないとなとは思ってたので、まあ、だからまだ違和感はありますけど、でもそこまでネガティブにはそこにはなって、これを通してサポーターにも感謝を伝えたいなと思いますし、まあ、あれだけやっぱしてくれたっていうのは、そのリハビリ期間本当に励まされて、もうなんか伝えきれない部分も多いですけど感謝を、でも本当にサポーターがいてくれたからこそここまで来れたなとは素直に自分自身思います。